大会さあ、71回からでございます。こっからが本当のプレイボール。はい。はい、それでは行きましょう。はい、選んで。OK! OK、行きましょう。せーの、じゃあダンスでーさあ。よし。怖いの出るなよ。さあ。まあ、とりあえずは僕はね、オートというのをまだ信じてます。いいじゃん。お、残った。また言っちゃった。痛くなーい。もう大丈夫だこいつらは。各5回ずつあるののフロアボスが結構強いのかな。はい、そうですね。あとはまあ。リゼとか、あのリゼ集団とか、タブラー集団とか、たまに気をつけなきゃいけない形が、はい、入れるのかな、まあ、クリティカルダメージに関しては、まあ、ララで防げてる部分があるので、防御貫通だけですね、怖いのは。初めて鬼神来た嬉しい。鬼神の倒し方調べなきゃバイクラゲみたいな昔のクラゲだな。乗ってない、どこにも乗ってないよ。アイディア使えばいいんだよそうだそうだ昔のじゃんじゃん使えばいいんだよ、ダイヤを、ルーメン。盗まれたぞ。何を？スフィア？ BB ゲージ。どうする？どうする？クランツの半減はまだ生きてます。そうだね。はい、どうする？でもこのまま それは会いたくないね。うん、大泥棒め。あー、ちょい盗まれ。大丈夫か。盗むんじゃねえよ。上げときますか。オーバードライブ。でもまだ一応耐えてるっちゃ。まだ大丈夫だと思う。多分、まあ、ララのおかげでクリティカルダメージは防げてるから、はい、ちょっとこのまま行く。はい、なんか使いどころが分かんないよね。で使うのに耐えないのか。うん、一応全開になって5000ぐらいまで落ちるの繰り返しだから、ちょっとこれ、あー、うん、大丈夫。クリュック、あ、狙い撃ちされたらちょっと危ないかもしれない。そうですね。よし、じゃあすぐ抜けた。あ、よかった。お、こちらも一人カグラを倒しましたね。うん、一人倒したら大丈夫ました。あ、よかった。びっくりした。まだな、うん、風神雷神だね。うわ、おちょっと待って、集中したね。防御貫通です ね、 ね。え、これさあ打たないとダメかな。ならだけ打って、あと通常攻撃。そうですね。こっちも結構、うん、うん、OK、 いいですね。いいですね。いいんだよ。なんか来たー。ここで、ああ、
こいつですね、海の木図を使うやつは。こいつも結構でもちょっと、それなんだっけ、歌が聞こえるわ、これだっけ、でしたかも。目指すって、何をしたのですか。3ターンごとに確か単体に爆撃しが、え、爆撃すんの、それは勘弁。3ターンごとだったので、うん、3ターンごとにちょっとガードをした方が杉さん、はい、え、どうしよう、じゃあクランツ打っとけばよかった、海が荒れ来る、うん、どうしよう、打てない、ガードで耐えれるないってこと、じゃあ、いや、クリックやばいね、結局そのバフ消しされると、あ、そっか、まあ、関係ないから、はい、じゃあ全ガード、うん、あ、うん、よかった、ララのおかげで抜けましたが、そうですね、あれ、これなんか痛かった、あのクランツが確かバフ消し食らって、一体だけでそうなるってことだ、はい、単体なんで、それでラストか、うん、そうですね、ゴージャスさんはラストですね、ランセル、あ、じゃあそれは楽な方法、ここで4ターンで、うん、次がこの次なので、タイラスには厳しい、タイラスには厳しい、次3ターン目なので15、うん、ガード、はい、そうですね、やっぱりこっそりいきますね、ララにこっそりいった、タイラスには厳しい、タイラスには厳しい、どうした、厳しい、厳しいよすな、タイラスには厳しい、タイラスガードしていい、はい、海の怒りは全てを奪い去る、これはガード、いや、まだ大丈夫か、海の木図使うときは何時も消え去るのだっていうガードしてない、じゃあこれ何のセリフだったんだろう、なんだけどね、うん、何時も消え去るのだ、これですね、ここで海の木図を使ってきますね、うん、じゃあ全ガード、はい、来ない、うん、あ、3ターン目に来たから、もう一回ガードもない、もう一回ガード、クランツのビリビリ効いてないかも、もうガード、ガード、ガード、クランツだけ打って、仮になくなったとしても次のやつでアイテム使って、アイテム使って蘇生させて、悩ましいところですね、クズは絶対来るの、たまになんかそのずれて出る時とかあるので、うん、はいはいはい、じゃあプランズだけ打った後ガードでいくね、あ、うん、ちょっと待って、次で多分10ターン目だと思うので、確かなんか5の倍数で来るみたいな感じをどっかで見たことあるような気がするので、じゃあ全ガード、一応クランズは打って、いや、クランズ一応ガード、あ、全員ガードじゃん、はい、もしかしたらどうなんだ、来ましたね、死んだ、うわー、耐えれない、え、どうだったら良かったのそれ、私のエミットが悪かった、クランツってガードの方が良かったのかな、申し訳ないです、いや、全然ケンちゃん悪くないよ、私が今調べたところで何もできなかったと思うし、でも頑張った、耐えれてた、
あ、あれか、UBB を使ってたらとか。そうですね。はでも8分の1にしてて耐えれたかどうか、ちょっと私数字今見てなかったからわかんないけど、うん、今 HP 底上げはまずダメだったでしょ、これじゃ。クリュークの UBB 何使えばよかったですかね。ちょっと自分もタイミングを見失ったので、うん、まあどっかで使うんだったら使えばよかったのかもしれないね、早めに。そうですね。なるほど、そっか。そうだよね、そうかもしれない。どうせこの長い旅路の間では、うん、溜まってたかもしれない。溜まってたよね。溜まってましたね。もうちょっと今のは痛かったやっぱり判断が難しいよね。そうですね。そしてジャス君は見事抜けたよ。はい、もう希望の光だ。荷が重いこんなに一気に全滅するとは思わなかった。90回。そうですね、 13% です。さあ次の報酬に向けて 13% 大丈夫かな。やばいね、充電も一回中断しましょうか。はい、OK。はい、続いて85から上、うん、90回目指してアルトン1体皆さんにあげたい。挑戦する、うん、さあ逆に欲求のエネルギーをあ、これさっき大丈夫だったやつだよね。でまあさっきのやつと違う格が。さっきはね、どんどんやっぱり階層を重ねるごとに、そうですね、敵が強くなってると。さっきのが小学生だったらこれ高校生ぐらいなんですよ。そんなに？それはちょっと大変だ。削りますね。あ、問題なさそうですね。いけそうだね。はい。ただ充電だけが重要です。怖いけど充電だけですね。あと1ターンだろう、はい、これ耐えれば大丈夫だ。もう行こうよ。投げんだよな、うん、さあ取ってくれいい。さあ、ラムネさあ、おおうぇー90回久々の商品が、商品がアルドン1体プレゼント。やったー、素晴らしい。いやー皆さん、これ編集でごっそり行かれてますけど、これ結構長いですね。もう3時間半ぐらい経ちましたね、これね。3時間半。そろそろもう座り疲れてきた。本当に予定表ではもうね家にいるからね。そうね、うん、もう寝る支度ですよ、私はもう。さあ、どんどん行きましょう。最後の報酬。ハンターホームも回復した、回復した、回復しましたよ、皆さん。やった、あと3回行けるじゃん。行かないよなこれ、恐ろしいことに、ね、これ、ハンターホームなくなるまで3回挑戦できるよってなったってな。きつい、きつい。挑戦するー、頑張ろう。10時までには決めたいです。10時って、おいちょっと待って、ちょっと嫁に LINE するから。はい、いらないよ。よし、ジェス君、はい、まさかのカメラのデータがいっぱいになったっていうのを言って、うん、再開するよ。もうそれ使おうか、これごと再開。喋んのもちょっと面倒くさい今、クラゲの。で、みんな聞いたね。ジャス君、言いなさいよ。え？まさかのカメラのデータがいっぱいになったから、一時中断して、再開します。これ生かそう。よし再開本当に。もう、疲れちゃったんだよ、こっちも。オッケー。大丈夫。はそんなでもなかった。
光火力を持つヘドロ。うん。いい感じで削れる。おお。ちょっとね。歯ごたえあるね。こうじゃないとね。長いね。長いね。それいきますね。エーゼロの攻撃が。おお。これ集中攻撃されたら。結構終わるね。痛いですね。それが事故ってやつですね。はい、なるほど。大丈夫、うん、よし。十時だ。四時間。お二人だけでもやっぱ分かるの。分かるね。でも、うん、これで、うん、95回。やったー。ね、ヘビーブースト、うん、ファイナルソンジャー挑戦する。来ましたね。うん、さっき15%、16%って14%、うん、行きましょう。96回。オーバードライブをどこでどう使うかもちょっと、うん、かといって100回で本来終わりではないから、うん、取っとけるなら取っとくのか。いやーよかったよかった、回復があって、うん、おーし、全体ポイントを大体無理、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、大丈夫。地味にさ、この HP 回復がさ、うん、うん、ちょっとね、うん、来てるね、ちょっとありがたいよね、やっぱり、うん、でも、大体大丈夫だから、大体大丈夫分かってんだ、俺もうすぐどっちかは落ちるかな。あっちも回復してるよ、うん、ね。大丈夫、全然。よし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 、大丈夫、全然大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、そう、大丈夫、大丈夫、絶対。あのね、このパーティーは150回ぐらいまでいけるパーティーだと俺は思ってる。おお、うん、楽勝にね、うん、こんなところでは何ともないの。なるほど、じゃあ心配ご無用。心配ご無用。倒せ倒せ、よし。よし。次ですよ。来た。大手。99。よーし。ちっちゃい敵、ちっちゃい敵、ちっちゃい敵、ちっちゃい敵。これ99？ 100じゃない？ルシアスです。あれ？これ決まり？決まりです。決まりかい。ルシアスは。ちっちゃい敵じゃん。でも。さあ、一緒よ。はい、初っ端エンドレス打っていきますね。エンドレスやデッドリーエンド等の強力な攻撃を対応してくる。強力と言っても昔の強力でしょ。ま、確かに今の強力とは違うでしょ。別にクランツ放ってれば別になんともないです。そうですね、あとはステータスアップしていきましょう。はい、レッツプレイ。 13%。 充電ね、充電ね。あとルシアスの青すぎるあたりで、はい、あですね、そこで力を貯めるっていうことをやるので、それに合わせて UBB を発動、あ、オーバードライブですね。オーバードライブやるだけでいい。はい、あ、それでキャンセルだって。あ、いや、オーバードライブやって貯めて発動したいとダメなので、そうです。で、過ぎたら力を貯めるっていうのがやってくるので、力、それで、それに合わせてオーバードライ、UBB を発動したら、はい、じゃあその前から言わなきゃダメ、止めなきゃダメ。そうです、ね、もう、あ、青すぎるなってあたりで一人、オーバードライブ発動させて、あとはみんなで削って、アイテムがないので 1cm ぐらいずつ削れていくから、半分の手前ぐらいになったらオーバードライブ発動してもいいぐらい、うん、
半減絶やさず行ったらいけそう。こっちも別の戦いが、うん、頑張れで、次の6ターン目でバフ消しが来る可能性があります。うん、そう単体ですね、単体バフ消しです。うん、大丈夫。うん、ルーン。なんだろう、これ残存 HP によってちょっと変わる場合もあるんですよ、75%。 はい、うん、じゃあ次に来るかも。それともなくなる。もう多分なくなるのかな。6ターン目はじゃあいい感じにラッキーだと思います。まあ、どっちにしても同じだね。うむ、ケンタロウはルシアスが100階のところで来るって知ってたんだよね。はい。だったらさ、ちっちゃいとびっちっちゃい、ね、お出かけセットを持たせればよかったんだよ。任せたんだよね、はい、ここは女のルシに多分行ったところで。おいやいや、俺も聞くよ、俺も聞くよ。100階はルシアス様ですよ、それちょっと UBB を打ってほしいところがあるんでみたいな言ったら、俺もおお、そうか、じゃあそれ持っていくわ。苦しゅうないと、うん、なったら驚きを見たかったんですよ。え、ルシアスなのみたいなのね。そうですね、そのためだよね。はい、いやいやいや、そんな調べたらすぐ分かることですよ。そんな、なんて、おいおいおいと思った。今、今思った今今今ちょうどまさに今思った。いけちゃうでしょ。そうですね、グロリアスっていう強力な攻撃があるんですけど、それを UBB でキャンセルできるので、うん、さあここで、ただなんかそんなにガッツリ削れてないからまだまだちょっと早いんじゃないか。これで 50% はいくで、あ、ああが過ぎるあたり、あが過ぎるあたり、はい、ただまだもう1回ぐらいは、まだもう1回ぐらい、ばっつり削れたら面白い。あ、でもちょうどいいぐらい。そうですね、うん、なんだったらもう一回、もう一回行っても大丈夫ぐらいだ、はい、いけるかい。でもあのオーバードライブしてから3ターンは大丈夫なんですよね、はい、3ターンでアーまで行ける、うん、それがちょっと怖いよね。せっかく1回、まあ、ちょっと調整に入っても、いや、これ、いけるかい？いけるかい？今行かなくちゃ、あれじゃない？大丈夫？ちなみに誰を？シウス？シウスでもアークでもクリュクでも。誰でも？はい。要は、力を貯めているの後に、うん、グロリアスっていう攻撃を放つので、その力を貯めているって後に、うん、UBB を。ちょ、もう一回行くで、はい、普通に。うん。調整入っていいかな。調整入ってる。シリウスでもいいんでしょ、別に今打って。ああ、発動は別に3ターンあるから、はい、打つべきだよね。でもね、はい、逆に逆にオーバードライ。で打つべき、打つべし。
すぐ溜まる。空はコートに気をつけないと、そうですね、ぶっ放したんで、あ、もう溜まった、うん、で、あっち側力を溜めたら次かしら、あの多分セリフで出るので、シリウスだけステイ。そうですね、シリウスだけは打たず通常攻撃で、通常攻撃ね、はい、行きましょう。最高にいい感じじゃない？最高にいい感じ。来た、はい、来ました。これで UVB を発動。もう打って。はい。よいしょ。OK。打つと、あっちがやめるの。そう。そうです。体勢を崩します。UVB じゃなくて。次は不穏な空気を感じるっていうセリフが出ましたら、全員、BB は打ったら危険なので一人だけ通常攻撃とか、今なんか言ってない、まだ大丈夫です、あのひるんだだけなので、あ、ひるんだ、はい、なので今 UBB のバフが乗ってる間にどんどん、はい、そうだ、もう今がっつり削ってもういけるぞ、もうなんともない、8分の1だと、もう本当にそよ風、そよ風涼しい、涼しい、生ぬるいの、生ぬるい、ちょっと待って、あ、オート外してください、あ、一人だけ通常攻撃、はい、え、なんで今不穏な空気を感じるが出たので、いつ出たの、さっきえ、もう今クランツは半減打ったんだよね、打った、そうです、あの全員打つ、 BB を打つとダメなので、一人だけ通常攻撃 で、はい、じゃあサイラスだけ、あともう打つ、はい、よかったね、え、いつ不穏な空気出したの、さっきレンチャンで出ました、そよ風の一番最後ぐらい、そよ風の一番最後、だから生ぬるかっただけじゃなかったんだね、よかった、一応念のためこれ以降一人だけ通常にしてやっときましょうか、うーん、念のため、はい、念のため、こんな空気を感じる以降なので、え、以降でその、確かに以降パーティー全員のだから一ターンとは限らないってことか、はい、この時もサイダスは行きましょう、もうちょっとだよ、頑張れー、でもオーバードライブもう溜まるよ、そうですね、もう何だったらもう溜まったら、うん、お見舞いしてやればいい、そんな普通に普通に行こう、一人だけね、一人だけ、はい、オーバードライブ溜めない、もう行くよ、うん、はい、これで100回に、まだまだまだ待って、まだだよ、コングラチュレーション出るまで待った方がいい、改めて言いたいと、こっちこっちがスピアフロックも言いたいプレゼント、やったー
ユーザーにプレゼントして、そしてジャスクが見事100回を突破いたしました。4体のカロリーじゃないよ。なんかプレブロ史上、うん、結構1、2を争う、うん、疲労度だね。一回30秒で行きましょうじゃないんだよ。4時間かかったよ、4時間。4時間20分ほどでしょうか。あ、背中が痛いな。終わろう。そう座りすぎてね、もうね、痛い。もう、ね、もう寝ようこれ。素晴らしかった。そうめん食べる。ということで、ブレブロティア、まだまだ楽しめる。こんなね、こんな4時間楽しめる、うん、しかもこれ今100回まで来たけど、うん、まだまだ先ありますから。皆さん分割ですからね。分割でご用意しております。お買い求め分割でしておりますんで、あったらお茶でご覧ください。ご買い求めに分割だ、ね、お買い求め分割でいきますんで、ね、やったー。はい、ということでプレゼントできたんで許してください。もう何にも言わないでください。ちょっとだらけてるわけじゃないんです。本当に辛いんです。4時間って結構きついんです。俺はね、編集でパパパッつってつままれてね、30分ぐらいになってるかもしれないけどね、撮ったんですよ。途中でカメラ止まったよね。カメラがピカピカ光ってたんですよ。おかしい、あれおかしいって。もうおかしい、そんな気づかないで終わってたかもしれないもんね。俺もあれでカメラ止まったままだったらどうしたの。もう死んでますよ私。画面だけ流してますよ、無音で。さすがブレブロの世界だ。いやー、ということで、うん、うん、もう終わらせてくれ、うん、はい、ということでまた、うん、次回ね、今度はローカロリーね。ちょっとライトなやつに行きたいですね、次は。本当にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、長々と見てくださった皆様もありがとうございました。いや、編集ですごい短い。20分ぐらいの動画。嘘だよ、嘘だよ。4時間だもん。そうだ、20分になるわけがない。やっちゃうんだよ、これ。嘘だよ。うちはね、見やすーく編集するのが売りだから。嘘だよ。本当に。4時間流してよ。うん。1本分にしちゃうかもしれない。やめてくれ。よし、ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。充電もね、13%。10%切られてよかった。はい、もう止めよう。うん、終わった。